新村駅は長野県松本市大和新村にあるアルピコ交通上高知線の駅である。駅番号は AK-08。駅構内に新村車両所が併設されている。開業時以来の駅舎が使用されてきたが、2012年3月24日から新駅舎の使用が開始された。旧駅舎は処遇が決まるまで損置されていたが、2017年3月に、 解体された。島式ホーム一面二線を有する地上駅になっている。古戦橋はなく、駅舎からホームへは、構内踏切を渡っていく。直営駅である。構内に、上高地線の車両基地を有し、留置線がある。新村車庫には、かつて使用されていた日本国有鉄道の最初の電車、ハニフ1が保管されていたが、2007年に埼玉市に開館した。 鉄道博物館に寄贈された。ハニフ1は2007年3月21日夜にトレーラー輸送で当駅を離れたが寄贈が決まった2006年年末から2007年3月の搬送までの土日曜日に一般公開を実施。最初の2日は車内に立ち入ることができたが予想以上に痛みが発生する懸念が出たため安全上の理由からその後は 外側から見るだけに変更された。搬送日には、式典と最後の一般公開が実施され、イベント終了後に輸送準備が実施された。また、同書には5000系5005から5006編成も保存されており、2011年には、東急時代の緑一式に復元されたが、2020年3月に、搬出され、群馬県前橋市富士見町赤木高原で、 保存されている東急では3450系3499号車の隣へ移設された。現在は、突型電気機関車の ED301 のみが保存されている。松本市統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。新村駅バス停。ありがとうございます。